マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。ジョッシュなら持ってるはずだ。いない、遅すぎたんだ。し、静かに。炭鉱の中に連れ込んだのかも。待て、動くな。おい、嘘だろ、何なんだよ。待て。鍵を取ってくる。奴らの寝室からな。そしたらみんなでここを脱出しよう。やばい。ねえ。おい、化け物の住処を探すとするか。パカパカ言ってる。はい、どうもパソコンスクガーでございます。今回はラストチャプター10解決でございます。今まで行ってきたセッションの全てが無意味に思えてきたよ。私の言うことを聞かなかったおかげでこのざまだ。私はもう行くよ、ジョシュ。そのわがままで、実に愚かな思考で、想像しうる恐怖よりもひどいものがこの世にあるということを、いい加減君は学ぶべきだ。あれだけたくさん人々に愛されて支えられていたのに、君は自らみんなを押し合ってしまったんだよ。残っているのは孤独だけさ。だがその孤独もそう長くはないかもしれないがね。孤独もすぐに終わるはずだ。深呼吸だ、ジョッシュ。深呼吸だよ。死んでるんだ。去年の黙れ。そんな、お前は死んでる。まだだよ。僕たちもてあそんだ。臆病者だ。あいつらおかしいんじゃない？いるぞ。楽しく過ごしたい。お前に命令されてたまるか。俺はお前の指図を受けない。もうこれからは指図なんか受けないぞ。どうやら時間切れだ。分かった。信じるよ。信じるって。信じるよ。ああ、ジョッシュ、おかしくなっちゃったね。ジョッシュ。違う違う。お前は存在しない。二人きりだったの。ああ、やめろ。やめてくれ、やめてくれ。やめてくれ。二人きり。今はあなたも一緒。三人だ。家族でしょ。俺に近づくな！あっち行け！やべ、喧嘩だ。どうして助けてくれなかったの？どうして見殺しにしたの？見殺しになんて、本当だ。見殺しなんてしてるよ。あら、ポニポニしてる。いや。豚ができた。たっぷり殺した豚がね、ジョッシュがね。いや、内臓が。頼む、やめてくれ。ジョッシュ。やだね。俺はもう指図を受けないんだ。やめろ、これが望みなの。やめろ、やめろ。何をしてるんだ。何をしてるんだ。ほっといてくれ。
こは何をしてるんだよ。どうして助けてくれなかったの？どうして見殺しにしたの？ウェンディゴ、私だってこんなことになるなんて予想できなかった。ああ、そういえば妙なものを見たんだ。何を？あのウェンディゴ、傷があった。だから前にも見た。それどういうこと？同じ傷がある人の古い写真を見かけたんだ。しかも彼はウェンディゴに変身していった。嘘でしょ。50年代の落盤事故で閉じ込められた作業員だ。少なくともあいつは80歳ってことか。老人にしては元気だね。だね。奴らはここで殺し合った。奴ら？つまりもっといるってこと？そうだ。どのくらい？たくさんだ。たくさんだ。すぐ近くのはず、奴らの巣。なんでわかる？なんだか急にゾッと来ちゃったから。ゾクッとしちゃったから。はい、というわけでまずはここ飛び降りちゃうとダメなんで、ここだ。はい、ここですね。はい、ここですね。燃えている。幸運の塔って燃えてんのに幸運か。で、ここ降りちゃうと戻れないので、その前にもう一個取っとかないといけないものがあります。こちら。マイク、もしかしてあれって。マジか。墓に見えるな。見えるか？墓に見えるな。どこにあるんだろう。はい、まあとりあえずこれですね。ベース、ワシントン。骨もありますね。嘘。マイク、これベスのだ。ベスの時計。見せてみろ。見て、墓標の跡がここに。ここに埋められたのか。誰が掘り起こしたの？掘り起こしたの。とにかく行こう。はい。誰かがベスの死体を掘り起こしたと。ですね。じゃあ進みましょう。でですね、この後ちょっこし重要ですね。はい、行きます。分かった、入るよ。おー、冷たい。大丈夫だ。冬の地底の水ながやばいやろな。本当に生きてんの？ふぅ、臭くついて指の感覚がない。言ったんじゃないの？そんなこと言ってない。大丈夫だとは言ったけど、サメも何もいないってことだね。サメね。そう、安心。はい、あのマイクはあっちが行こうとしてるんですけど、それ行くとね、ダメです。こっちが行きましょう。あそこ光ってますよね。これ重要です。全員生存ルート行くには絶対ここは行ってください。はい、ここ寄らないと全員生存ルート行けません。あ、ここだ。これこれこれ。してるこれね。はい。はい。まさか、これはハンナの血だ。ハンナの血だと。はい。妹が死んだ。落ちた衝撃で死んだみたい。顔から血の気が引くのを見た。私の足も骨折した。私はコイン取り残された。犬はベストの亡骸だけ。誰かが助けに来るはず。はい。こんなお腹が空いたことはない。まるでお腹の中で暴れているみたい。ベスの上着を借りた。おかげでだいぶ高くなった。まだ私を守ってくれてるんだね。はい。ベス、ごめんね。これしかないの。私が生きていくにはこれしか。もし誰かがこれを見つけたら、ごめんなさい。仕方なかったの。どういうことだ？はい。生きるためにはこうするしかなかったと。
して許してと、ごめんなさいと。で、先ほどの掘り起こされたベスのお墓ということですね。はい。この辺からちょっと字が荒れ出してますね。手が汚く感じる、爪が剥がれ落ちた、体がムズムズしているけど寒くはない、痛くもね、なんだか強くなった気がするということで、このブラックなんとか、この場所で共食いをしちゃったことによってウェンディゴの魂がハンナに宿っちゃいまして、ウェンディゴ化しております。最後は識別できない双子の行方。はい、ここで双子のやつ全部揃ったことになるので、はい、コンプと。ちょっと見てみますか、ついでなんでね。信じられない、そういうことなの。そういうこと。ハンナがベスを掘り起こした。そうです、ハンナだった。いや、それはマイケル、バカげてる。マイク、それしかないって。それなら説明がつくでしょ。ベスは落ちて死んだんだ。それが何だってんだ。ハンナがベスを埋めたの。マジかよ。そう。おい、マジかよ。ハンナはここにいた。俺は信じない。ハンナは飢えてたはず。飢えで苦しんでいた。嘘だ。上司を見つけないと、今すぐ。はい、まあね、サムは勘がいいですね。マイク、おそらく現実から目を背けてるだけなのかもしれませんね。これで双子がコンプしましたね。先ほどトロフィーもらいましたね。というわけで、こっち更新。リバに記された印と、炭鉱内でハンナは数週間も過ごしていたようだということですね。これ、過ごした日数が書いてあったんですね。ベスの墓標。ベスの、ハンナの日記によると、ベスは落下して死んだらしいと。はい。そして、時計。上に耐えられずハンナが掘り起こしたと日記には書かれていると。ここね、ベスの時発見されたからの墓と、何者かベルスを掘り起こしたようだと書いてますね。で、最後に日記ですね。はい、はい、ハンナの日記として使用した紙の束。ハンナは上と寒さに苦しんでいたようだ。仕方なく取った行動で、彼女はかなり罪悪感を感じていた。それから体が変異したようだ。日記は字が徐々に崩れていったところで終わっているということですね。はい。じゃあ行きましょうか。じゃあ進みますね。さあ、先ほどマイクが向かっていた奥の方に行きたいと思います。はい、オッケーはい。で、おそらくここはもう何もなかったかな。はい、ないですね。じゃあ行きましょう。じゃあここを開けます。カンテッド。おい。あれ。おい。はい。そして見ている。ウェンディゴ、はい、多分安定してて分からなかったと思いますけども、ここも多分安定しますね。はい、確かにある。確かに死体がぶら下がっているという感じですね。そんな、あ、そうだ。待て、ちょっと待て、何か見えたぞ。ほうけたジョッシュですね。ジョッシュ、お前に指図は受けないんだ。お前の指図は受けるもんか、ほっといてくれ。お前に指図は受けないんだ。分かった。お前を信じるって信じるよ。はい、
まだ幻覚見とる。やりきってるんじゃねえか。よし、しっかりしろ。マイク。ジョッシュ、しっかりしろ。ぶたないで、ぶたないでくれ、頼む。しょうがなかったんだ。言っちまってただろ。正気に戻らないのかと。ジョッシュ、ハンナはここで何週間も。いや、何ヶ月も。ベスを放り起こした。サム。マイク。ほら、さっさとここを出よう。ジョッシュ、あなた、ケーブルカーの鍵持ってる？ああ、持ってる。ああ、よかった。あれが見える。あそこへ行けば脱出できる。行こう。めちゃめちゃ登らなかよ。あそこまで登るのは無理だ。じゃあ、手伝って。マイクも無理だろ。私が戻ってみんなに知らせてくる。ああ、そうだな。女子と来た道を戻ってきて、ロッジで会いましょう。気をつけろ。あなたもね。よし、じゃあジョッシュに変わりましたね。よし、行こうぜ、クソったらやろう。はい、もう暗転しますけど意味ないです。めっちゃ暗転するやん。全然暗転意味ないんですけど、これ何もないんですよ。なんでここ暗転してるのか意味わかりませんね。強く殴らなくてよかったのに。いや、そのさっきはマジで悪かった。ジェスを殺したと思って間違ってた。はい、じゃあこちらに。はい、これトーテムですね。はいはい、これは幸運のトーテムですね。どこが幸運だったのかわかりませんけども、はい、それでは行きましょう。ジョッシュさんとマイクさん、はい、じゃあ来た道戻りますか。ちなみに暗転ドーンをしてた場所のところなんですけども、首が転がってきてぶら下がってる死体があったと思うんですけど、あれはあの人です。おじさんです。はい。火炎放射器のおじさんだと思います。それに、もし、この時点で私、今回は全員生存ルートで行ってますんで、いませんでしたけど、死んだ、仲間もあそこに生首転がってたり、ぶら下がったりしています。はい。じゃあ行きましょう。頼む。まあここは何もないんでね、行っちゃいましょう。もう通ってもさえ取れやね。もう何も気にすることなく戻ってください。それでは向かいましょう。おっと、マイクがなんかいるぞ。なんかいる、なんかいる。やべー、現実じゃない、存在しない、存在しない。はい、ハンナですね。ハンナと言いました。あいつで去られていくジョーシュ。ビビるマイク。マットさんですね。生きておりました。一番出てきてないよね。はい、まずはちょっとここ取る前に一旦セーブデータをアップロードした方がいいかなと思います。ここも死亡要素高いので、はい、セーブデータのアップロードを、ストレージへのアップロードをお勧めします。はい、というわけで戻ってきました。で、補足なんですけども、先ほどのジョッシュが連れ去られるシーン
まあ、ウェンディゴにね、連れ去られるシーンなんですけども、まあ、お分かりの通り、あのウェンディゴはハンナでございます。でですね、その事前の、あの、サムとマイクが移動してた時に、ハンナの日記、ベスごめんねっていう日記があったと思うんですけど、あれを読んでなかったら、ジョッシュがハンナと叫ばないんですよね。ハンナーって言わないんですよね。で、その場合は、ジョッシュさんはお亡くなりになります。暗転ドゥーンして、お亡くなりになられます。はい。それでは、撮っていきたいと思います。はい。はい。はい。さあ、ランプをつけて、いきますか。危ない。危ねえ。折れたやん、スコップ。君か。おいおい、ジェス。何があったんだ。どうしたんだい。この傷でよく生きてたな。すげえな、ボロボロだな、顔すごい傷ついてるやん。まあ、そしたら伝えますか。はい。何かがおかしい。誰かが俺たちをもてあそんでるんだ。うん。え？それは誰かじゃないの、何かなの。ジェス、なあ、ひどい夜だったのはわかる。混乱してるんだよ。うん、嘘じゃないの。わかったよ。怖がらせるつもりはなかったんだ。もう動けるか。うん、さあ行くぞ。さあ行くぞ。そしたらステータス更新しましたね。じゃ進んでいきましょう。はい。そしたらまずはこっち側かな。しよう。このジェスボロボロやな、かわいそうに。はい、これですね。はい、さあ見ましょう。やべえ、誰かが燃えてるぞ。はい、悲劇のトーテムでしたね。それでは行きましょう。でですね、できればこの辺でセーブデータのストレージに保存するのね。セーブデータストレージに保存してやり直しが効くようにしとく方がいいと思います。はい、まずはじゃあそろそろですかね。まあ、ジェスをちょっと置き気味に行きましょう。なんかシャーシャー言うとるで。ジェス、どっちだ、どっちだ。じゃあどうしよう、先に逃げてみましょうか。ジェス、頼む、頼むよ。ジェス、ジェス、やばい、ジェスが追いつけない。あー、暗転ドゥー。はい、まあこの時点でジェスちゃん死んでおります。はい、結局だったかな。さあ、マットが逃げる。嘘だろ。どうする、どうしよう。走り続けよう。どっちだ。はい、これは触らない。あー、捕まっちゃった。はい、立てる。という感じになっちゃいます。はい、こうなったときはセーブデータを戻しましょう。はい、戻ってまいりました。さあ、それでは生存ルートでいきます。やべ、ウェンディゴが来た。さあどうする、どっちだ。はい、まず隠れましょう。はい、よし、行こう。動くな。来てますね、ハンナのウェンディゴですね。はい、四角。ひどい、痛むか。そんな、それは痛いよね。よし、
いいぞ。行こう。ここでなんだ。絶対にね。さあ。しっかり。ほら、しっかり。もっと結構男らしいや。ジェス。ほら。大丈夫か、ジェス。さあ、一緒に隠れましょう。やべえ。落ち着いて。ハンダが来ている。動くな。動かないと見えません。よし、OK です。ロッジも見えてますね。